の東日本大震災で厚労省の依頼で宮城県に派遣されたんですけれども、そこで実際に被災地を見させてもらったりとか、あと被災民の方の、相談を受けたりする機会があったんですが、それはやっぱりこう自衛隊に入ってないとなかなかできないことだったのかなと思いますし、その実際に目でニュースだけではなくて目で見て実際に生の声が聞けた、じゃあそこで自分がどのくらい役に立ったかわからないんですけども、少しでも聞いてくれてありがとうって言われたりしたことで少しは役に立てたのかなと思いました。すごくこう社会情勢とかに対して大変興味を持つようになりました。今までだったらそういうことできなかったんですけれども、社会情勢が直接自分の仕事に直結してるんだなというのを考えるようになりました。